日本維新の会藤巻ですすよろししくお願いいたしますあの8月31日のです、ねえー、アメリカの通信社、ブルームバーグで、えー、加藤貴俊氏とのインタビューが載ってるんですね、で加藤貴俊氏、これはあの黒田総裁ご存じのように、財務省時代の黒田総裁の2代前の財務官だというふうに理解しておりますけれども、その加藤氏がです、ねえー、まず異次元の量的緩和の 成果を認めた上で彼は将来的に出口に向かう際の日銀財務の健全性問題も円の信任に関わる大リスクシナリオだとおっしゃったわけです要するにリスクじゃなくて大リスクシナリオだとおっしゃったわけですね要するに日銀が出口に出るときにもし健全性に問題があると円の信任が失墜して大変な問題になるよとおっしゃっているわけです そしてまた、加藤氏はです、ね、これからの金融政策運営はかなり難しくなるどこかの段階で今の枠組みの軌道修正を図っていくだろうそうおっしゃって、でまたもう一つです、ね、黒田総裁が来年4月以降、続投するにしても、新しい人になるにしても、決して容易ではない、よほどの知恵者でないと無理だ、要するに出口を模索するのは、よほどの知恵者でないと無理だと。 こう財務官、2代前の財務官の加藤氏がおっしゃったわけですけれども、この加藤氏のコメント、まあ、黒田総裁に当たれば、先輩に当たる加藤氏のです、ね、コメントに対して、どういうご感想をお持ちか、お答えいただければと思います日本銀行、黒田総裁、えー、ご指摘のこの加藤元財務官のご意見につきましては、 必ずしも詳細を承知しておりませんので、具体的にコメントすることは差し控えたいと思いますが、あの金融政策運営につきましては、2%の物価安定の目標の実現までにはなお距離がある中で、引き続き、長短金利操作期、量的質的金融緩和の枠組みの下で、強力な金融緩和を粘り強く進めていくことが適切であるというふうに考えております。 なおこうした枠組みはこの物価の安定を実現するために必要な政策でありますけれどもその際日本銀行として自らの財務の健全性に配慮しつつこれを実施しておりますやや長い目で見ましても中央銀行には継続的な通貨発行益が発生するために短期的な収益の触れはあっても基本的にはそのことで通貨の信任が毀損されることはないと考えております 藤巻たけし君、まあ、通貨の信任が毀損することはないというふうに考えているのですと、まあ、なんとなく根性論を聞いているような気がしますけれども、どうやってその信任を保つのかというところに非常に疑問を感じているわけですけれども、あの黒田総裁は異次元の量的勘を粘り強くやっ,てや,やっていくとおっしゃいましたけれども、まあ、異次元の量的勘は、はですねそれは量的勘はどん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 このお金を追加してつぎ込んでいけば経済は良くなる。 まあ最終的には消費者物価指数が上がってくるというのは、誰にも分からる話で、今までなんでそれをやってこなかったかというと、やっぱり副作用というか、出口がないと思ってるからやってこなかったわけですよね、えー、ですから、やるときだけ、要するにその効果のあるところだけやって、変えられてしまうのはわあのわ、総裁が変わってしまうのは、ね、一種のやり逃げみたいなものであってね。 やっぱりあの責任を持って出口から出ていただきたいなと思うんですが、まあ、これはあのお答えになれないと思いますけれども、もし政府が次期総裁をまた黒田さんにお願いしたというふうにしたと仮定しますと、えー、ぜひ私は、その知恵者の黒田さんにです、ね、引き継いで出口をきちんと出ていただきたいと思うんですけれども、受けてくださるんでしょうか、いかがでしょう。黒田総裁 ご案内のとおりあの、日本銀行の総裁を含めまして、政策委員会のメンバーにつきましてはです、ねえー、国会の承認を得て内閣が任命するということになっておりますので、私から何かこの件について申し上げるのは僭越であろうと思いますので、あの答弁を差し控えさせていただきます藤巻武史君。 まああの個人的希望ですけれども、知恵者の黒田さんにぜひ次回もやっていただきたい、これはまあ個人的ですけどね、と私自身は思っております、次の質問に入りますけれども、イギリスが11月2日に10年ぶりの利上げをいたしました、その翌日の日経新聞、なぜ利上げをしたかという分析ですけれども、ポンド安、通貨のポンドが安くなって、勢いづく物価高を抑えるねらいと、こう書いて あったわけです。要するに、えー、自国通貨が安くなったおかげで利上げが進み、あ物価上昇が進み、だからこそお利上げをしたと。あ要するに、えー、通貨安はあ景気を良くする、あもしくは通貨安はですね消費者物価を上げるとこういうふうに日経新聞分析しているわけですね。それからその10月26日にはやはり、えー、ヨーロッパ中央銀行があ来月1月からの国債費の 等の購入額額をです、ね、月月億億ユユーーロロから月300億ユーロに下げたと減額したととと減しいうことすなわち金融緩和、加速度の減少を縮小したということだと思います、でこの日の NHK ニュース、朝だったんですけれども、その減額予想をしたときにです、ね、その利用、ユーロ安のせいでギリシャ、ポルトガル、スペインでも景気回復しているか、とこう説明されてたんですね。 まあ要するに NHK も通貨安になって、ユーロが通ユーロ安になった、自国通貨安になったおかげで、景気が良くなったと、こういうふうに分析しているわけです。ということはね、やはりあのイギリスの利上げにしてもユ、ユーロ、ECB の政策にしても、通貨が安くなれば物価上昇する、通貨安くなれば景気は良くなると、こういう分析を少なくともマスコミはしてるわけですね。 まあ実際、あのバンコブ・イングランドも去年の11月にことしの物価指数予想、上昇率を2.0から2.2に上げたときの理由、一つ、単にユーロダ脱でポンド安になるからということで、そういう理由で消費者物価指数を上げてるわけです。 通貨の影響って、全く、その全くとは言いませんけれども、通貨の影響というものですね、円安の影響というものを非常に軽く見ていらっしゃるような印象を私は受けたんですけれども、総裁はどうでしょうか、通貨が安くなれば物価が良くなる、それからもしくは物価が上昇するもしては景気も良くなる、こういう考え方にご賛同いただけるのか、いただけないのか、ちょっとお聞きしていければと思います。日本銀行倉田総裁 為替 <laughs> 相場の水準あるいは日々の動きについては具体的にコメントすることは差し控えたいと思いますがその上で一般論として申し上げますと円安が我が国の経済に及ぼす影響というのは経済主体によって若干異なるであろうというふうに思います。すなわち円安は輸出の増加や グローバルに展開している企業の収益改善などプラスの効果を持つということは確かでありますが他方で輸入コストの増上昇あるいはその価格転嫁を通じて、えー、中小企業あるいは非製造業の収益家計の実質所得に対する、まあ、押し下げ圧力となって作用しうるという点もおおあると思います、えー、物価面ではですねあのご指摘のとおりですね 円安がが輸入物物価価のの上上昇を通じてて直接的に物価の押ししげ要因ととと作用すするる面がああいうことは確かでありますもっとも円安は今申し上げたように経済に対してさまざまな影響を及ぼしますので物価に与える影響もその時々の状況により若干異なるものであろうとも思っておりますなお最近の物価はなお弱めの動きを続けておりますこの背景といたしましては 携帯電話関連の値下げといった一時的な要因もありますけれども、やはりデフレマインドの転換に時間がかかる中、労働需給の着実な引き締まりや、高水準の企業収益に比べて、企業の賃金・価格設定スタンスがなお慎重なものにとどまっているということが影響しているのではないかというふうに考えております藤巻武史君あの。総裁がですね 円高円安は各経済主体によって異なる影響があるとおっしゃってなんか逃げているような感じがしますけれども日,元日銀の役目というのは確かにプラスの業態マイナスの業態があるかもしれないけれども全体として 円安が国に対していいのか悪いのか、そういうことで判断するべきであって、個別の企業とか主体がどうなるかって、それに対応するのは財務省の役目、もしくは経産省の役目だと思うんですよね、日銀は全体にとって、その政策がいいか悪いかであって、個別企業まで考えてたら、日銀やってられませんし、その役,目は役割は日銀にはないと私は思います。ですから、もし円安がいいと思えば、円安政策を取ればいいだけの話だろうと、私は思いますで。次の質問入りますけれども あのヨーロッパ中央銀行が来年先ほど申しましたけど1月から月国債国債等の購入額を月600億ユーロからあ月300億ユーロに減額するという決定をいたしました。この300あの3 0億ユーロというのは私の理解ではあのグロスじゃないかね。ネット ネットだと思うんですね今、日銀が年間80億、まあ、実際にはもう60億ぐらいですか、ちょっと下がってると思いますけれども、買ってるというのは、一種のネットであって、買い増しの分で、えー、300ユーロに減らすというはそは、そのネットじゃなくて、グロスで300だというふうに思いますが、その認識は正しいのかどうか、お聞かせいただければます日本銀行、黒田総裁。えー、が10月月のの政策理事会で来年1月以降資産改善プログラムの月 月間買入額をこれはネットベースで600億ユーロから300億ユーロに減額するということを決定したというふうに承知しております。藤巻貴明君、ネットですか。今日金と同じ基準だということですか。あ、そうですか。わかりました。えっと、はい、ごめんなさい。えー、じゃあ,あの次の質問ですけれども、ユーマ、まあえーえっとネットで300億っていうと40。 年間48兆円とか、そういう感じになるかと思うんですが、えー、ユ,ーロのユ,ーロユーロ圏の,です、ね、あの国債の発行額はいくらで、そのうちその300ユーロとは何パーセントぐらいに当たるのか、教えていただけますでしょうか日本銀行、黒田総裁、えー、ユーロ圏のです、ね、グロスベースの国債発行額は、本年の1月から10月までの平均で月約1940億ユーロであります。えー 仮に ECB が月間買い入れ額300億ユーロを全額国債購入に充てた場合、その比率は約15%となります、ただ先ほど申し上げたとおり、300億ユーロというのはネットベースでございますので、グロスベースでは償還分の再投資額がさらにありますので、15%を上回る月があるということになると思います。藤巻武司君。 じゃあ、同じベースで、日本の場合はどうなんでしょうか、日本国債の発行額とそのネットベースで,で、すね日銀はどのくらい買っているのか、教えていただけますか。日本銀行、黒田総裁直近の1年間、すなわち2016年の11月から2017年10月までのグロスベースの国債の買い入れ額は約105兆円であります。 これは同期間における国債発行額の約80%に相当するというふうに思います藤巻剛君。 まああのユーロ諸国は15%よりグロスではちょっと多いだろうというお話で日本は80%ということだとものすごい勢いで日本銀行の方がですね、が国債を買いまくっているわけですよね、まあ、その結果、日,日銀のバランスシートめちゃくちゃにメタボになってヨーロッパ中央銀行とか FRB よりも25%から30%ぐらいの範囲だと思いますけどのメタボになっていると、すなわちお金をですね対 GDP 比でめちゃくちゃにお金を供給しているということになるんですが。 これでも大丈夫なのかどうかちょっととお聞きしたいのとですねもう一つちょっとお聞きしたいのはこれ昔はですねあの資金運用部がものすごい勢いで国債買っていたわけです、えー、そして、ゆうちょ銀行があって今、日銀がですね8割も買っているということはまさにまあのマーケットをマニピュレートしているというか財政規律をですねよく黒田総裁は財政規律をもっと大事にしなくちゃいけないというふうふにマスコミではおっしゃってますけれども財政規律を薄くして あの財政規律を弱く,弱くしているのは、まさに日銀そのものではないかと、普通です、ね財あの、財政赤字になって国債をどんどん発行しますとあの、値段は下がる、長期金利は上がるんですけれども、日銀がその80%も買えばです、ね、値段が下がるわけではない。 要するに長期金利が上がるわけないんですよね。ということは、だからこそ財政赤字がたまっても、政治家はどん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 ばらまくし、お金をどんどんやるわけで、その財政規律を守らなくてはいけないという黒田総裁自身がです、ね、もう財政規律を守らないようにしている、日銀自身が財政規律を放棄しているような状況になるかと思うんですが、その辺についてどうお考えですか日本銀行、黒田総裁。えー 日本銀行はこの超短金利操作付き医療的質的金融緩和を実施するにあたりましては当然のことながら国際市場の動きを丹念に点検しておりますしまた市場参加者と密接な意見交換を行いながらオペ運営面での工夫を行うなど市場の安定に努めておりますこうしたもとで最近では国際市場の機能度を低いというサーベイ結果も見られますけれども ご案内のとおり、一方でビードアスクスプレッドなど、市場の流動性に関しては改善方向を示す手法もあるということでありまして、現時点で何か市場が大きく歪むというようなことが起こっているというふうには認識しておりません。なお、財政運営につきましては、やはりこの政府・国会の責任において行われるものでありまして、具体的にコメントすることは差し控えたいと。 いう,ふうに思っております藤巻武君それはあの国会の責任だって言われてましても、ね、その日銀が8割も買ってれば、もう減ってくれもないですよね、何しようと、これは値段上がる市長金利も低位安定したのに決まってますから、まさにその財政規律を壊しているのは日銀だというふうに私は思っちゃいますけどね、まあ、それはいいんですけども、もで次の質問に入ります、えーあの。ちょっと時間が短いんで、あの総裁にもつ,ついでに聞いておいていただきたいんですけれども、財務大臣にお聞きします。 あの12月2日の日経新聞一面、新しい日本への中で、えー、論説委員長原田論説委員長は、日本は平成の間だけで国債発行額が5倍以上に増えた、それなのに利払イ費はピークの10兆円台から8兆円に減っている、経済の低迷が皮肉にも財政破綻の大麻を送ら,らせているのだと書いていますね。 これについて反論があれば、財務大臣お聞きしたいんですが、かつですね、これこそ日銀がこういうことをやっちゃったから、あの財政破綻の対魔を遅らせているというふうにもいるんじゃないかと思うんですが、麻生大臣おき、あのコメントを、えー、お聞きやと思います、はい、木原財務副大臣委員おっしゃるように、国債残高が増加する中で、国債金利は低下傾向にあるものの、利払い費も含めて、国債費は増加傾向にございます。 えー、日本の財,財政が大変厳しい状況にある中で、えー、万が一国の信任が損なわれることによって金利が急激に上昇するようなことがあれば、えー、経済財政国民生活に大きな影響が及ぶことに、えー、なるわけでございます、えー、国に対する信任を確保しながら、えー、経済再生と財政健全化を着実に進めるためプライマリーバランスの黒字化目標の達成に向けて 具体的かつ実効性のある計画を示すことが重要だと考えておりますす以上です藤巻健君。あの金利が上がると、国の信任が大変になるとおっしゃってましたけれども、じゃあ、ということは日銀にもっと国債買って、なんとか低金利を抑えようということなんでしょうか。え時間が過ぎておりますので、おまとめください。麻生財務大臣。その質問に関しましては、先ほど黒田総裁のお答えになったとおりなんだと存じますが、これで終わります。はい